はいどうもハルパパです。今日はですね、クラクラではおなじみのボーラーラッシュ、こちらをね世界初じゃないかなやってみたんですけれども、こちらご覧ください。お相手はですねキヨキヨさんでございます。はい、ちょっとね先飛ばしましょうか。これねすごいですよ、クラクラではもちろんボーラーラッシュってねおなじみの戦術だと思うんですよ。タウンホール11とかね、これをねクラロワで再現できるとは思わなかった。本当にまずはこのように両サイドのアリのタワーを落としていく感じですね。そしてここから、エリクサポンプをどん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 立てていくような形になります。これね、お互いの協力を得てやってるので、こちらねエリクサポンプは、左側ですね、画面左側にすべて立てていくような形でございます。はい、どん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 立っていきます。ちょっと俺遅い、ちょっと俺遅いですね、ちょっと俺遅いんですけども、まあ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 頑張って立っております。はい、そうそうかな、まだかな。このね延長タイムが2分切ったあたりでこう出し始めるような感じなんですよね。いやこれねすごいっすよ、ボーラーらしい。もうこれかなり非現実的な、よしそろそろ行こうか。もうねへじゃねえ非現実的なデッキ弾、デッキというかねこの攻撃方法なんですけども、さあ出てきたこれ1体目。さあここで14体結果的には出るんですけど、このねウィがすごい何がすごいって、ウィっていうウィがすごいんですよこれ。もうね全てを破壊していく感じ、石がすごい。さあ4体目出てきた。さあこちらはねこちらじゃない、キヨキヨさんはねジャイアントでねこうターゲットを取りながらこうやってくれる感じなんですけど、こんなふうにうちのエリクサーポンプをちょっと破壊しつつやってるような感じですね。はい、まあこれはねちょっとね、まあ、完璧にはなかなか難しいのでこんな感じになってるんですけど、さあここで6体目が出てきた。これジャイアントも2体追加されたが、すごい攻撃、すごい、もうもはやすごい、もはやすごい攻撃になってます。さあここフリーズで足止め、そしてジャイアントを歩かせて、そしてジャイアントの方を向かせると、さあすごい、10体目が出てきましたね。これはすごい団子、もうなんだろう、一つの岩みたいになってますねこれ。さあフリーズで止める、キヨキヨさんも頑張って止めてますね。さあ頑張ってキヨキヨさん、これ防衛がねかなりね大変なんですよね。これは相当今もうキヨキヨさん頑張ってます、必死こいてますよ多分。さあこれ12体目が出てくる。さあこの辺でねだんだんもうあれですね、キングタワーを最後ね綺麗に仕留めたいので、そろそろどうかみたいなことを言いつつやっておりますが、さあどうなんでしょうか。さあそろそろフリーズを決めてほしい、フリーズで止めろ、よし止まった。さあここで13、12、これで12かな、うん、これで12対13体なので、これで12体だそうそうそう、これで12体ですね。うわーすごい、これ見てくださいこの団子、もうウィの数ウィしか聞こえないんじゃないかっていうこの画面さあこれで14体かな、あ違う、もう1体最後出して14体、この飛び散る岩がえぐい。さあここでキングタワー狙い始めた、これはひとたまりもないボーラーラッシュ、ここに決まりという形でございます。はい、この14体のボーラーで皆さんもやってみてください。ご視聴ありがとうございました。